はい、じゃあ、こちらの、続きの方で、そうですね、はい、あの2ということでお願いします。じゃあ続きですね、とりあえずサイコロとコインを使うと、そうですね、はい、コインは2種類がいいというんですね。2種類といっても、ね、まあ1枚だけ使うんですね、あの6枚中1枚を別のコインにしていただいて、 それが出たところ、はい、ね、1,2,3,4,5,6 のですね、はい、どの位置に出るか分かりませんけれど、その出た位置がね、その家の重要ポイントだということを承知していただきたい。変と言います、ね。変と言います。はい、ね、変と言います。それとあのサイクルの方ですけど、うん、サイクルの方は6回振って7回目を変とするんですよね。そうですね。いいですよね。そうですね。はい。でこの、まあ、7回目というよりもね、一応ですね、6回振っていただいて、家を作っていただいてね。ね、はい、そうそう、まあ、6個を作っていただいて。そうそう、作っていただいて、まあ、7回目に当たりますけれど、次は変だぞということで振っていただくわけですね。何番目かを、決めるわけですね。決めればいいですね。自分のですね、その家のですね、位置を決めるわけですね。そうですね、うん、6個並んでますから、4が出れば4番目って言ればいいんです。そうですね。はい、でそれ以前は、奇数偶数だけを記せばいいんですよね。そうですね、はい、奇数偶数を記していってですね、何の家に当たるかということが分かるわけですね。そうですよね、64家のうちの、ね、それで全体のですね、まあ家の意味が取れますけれど、取れますよね、しかし時間の流れがありますからね、これ変が取れないと、1,2,3,4,5,6 とですね、あの時間の流れが取れませんから、それでですね、変を出さなくちゃいけませんね。じゃあまあ1個、サイコロの方が1個でいいですね。サイコロは1個です。サイコロ1個です。はい、はい、でも先生、サイコロの場合もやっぱし、こちらは大事ですね。これは一番大事ですよ。どんな場合でもね、これは遊びじゃありませんからね。一つですね、朱子という大学者でさえですね、こういう言葉書きをですね、書いていってですね、駅に通ったわけでございますからね。これ神聖な言葉ですね。真剣な気持ちでやっていただきたいと思います。でないと、あの正しいあのシンクロニシティが働かないと意味がないですね。できません。できません。はい。はい、じゃあその続きお願いします。はい、さて、変を出す場合にですね、はい、この奇跡の位、上下の位、これは大事なんですよ。ね。ですからね、この奇跡の位、上下の位、これをちょっとですね、皆さん方にお話ししたいと思います。1,2,3,4,5,6 とですね、項が上がっていきます、はい。ね。一番下はですね、民間人、諸人ですね。次の2番目が士、侍ですね。はい、3番目が卿大夫。これは、あの、家老閣の方。大夫というのはですね、上級武士ですね。次は、公侯。まあ、日本で言うと大名ですね。それから、君、天子ですね。日本で言うと将軍。一番上が上皇、大御所ですね。この駅はですね、周王朝の時代に盛んに行われましたね。周王朝というのは封建国家ですからね。その時代のこの上下の位置、奇跡の地を表すものとしてですね、諸人、士、卿大夫、公侯、君、上皇ということでですね、奇跡の位が示されておりますけどね。あ、でこちらはもう現在の会社ですね。現在ですとですね、まあ、いろんな場合にですね、あの考えられますけどね、一般的な会社の場合ですと、社員、課長、部長、取締役、社長、名誉会長。こういうことになるわけですね。もうこれ縦社会って考えていいですね。そうですね。はい、それからあの例えばですね、皆さん方が町内会でね、いろんな問題が起きまして、駅を建てるという場合ですとね、まあ、あのこの辺りに町内会長を置いてですね、上に前会長を置いてね、一番下にね、町内会員、まあ一般的に役付けでない会員を置いて、その上にね、まあ、町内会の班長のような方を置いて、その上にですね、まあ、役付けのですね、町内会のですね、まあ、
方々を置くという形でですね、この辺りに、まあ、町内会の副会長を置いて会長を置くというような形でですね、いろいろ応用して考えていただければいいんです。まあ、分かりやすくですね、ここにですね、江戸幕府のですね、組織書きましたけど、一番上は大御所で、次が将軍で、大名で、家老で、侍で、農耕省ということになるわけですね。いろんな組織の場合に、この地位が応用できますからね。例えば、権威点という系ですと、これは全体としてはね、願い事は大いに通るという系でございますけれどね、通る中にもですね、項によっていろいろ言葉が違っておりますからね、それを解釈しなくちゃいけませんね。それは追って詳しく勉強しますけれど、一端を示しますとね、一番下はですね、まだ才能もついてない、知識もない、ね、しっかり勉強しなさい。まあ、平社員ですとね、まだ能力ないからね、あんまり突っ張ってですね、絵格好してはダメですよ。頭を下げてですね、今は下ばかり働きをする時期だということですね。さて、一番上ですとね、名誉会長ですね。社長が実力者でですね、会社を切り盛りしてるわけですよね。名誉会長、引退した方ですからね。したがって、過去の栄光をですね、背負っておるわけでございますけれど、実際の会社を動かしてるわけじゃないですからね。あんまりですね、社会に出るとですね、あなたは転落してしまいますよ。身分をわきまえてですね、ね、引退したということを心得てですね、ことに当たりませんと、おごり高ぶっていると転落してしまいますよということになるわけですね。この各項においてですね、家の意味をね、しっかり取るわけですね。どう取るかということは、また具体的な家の中で話しますけれど、どの家もですね、こういう順番で考えるということをですね、一つ、知っておいていただきたいと思います。必ず上がれば下がる、下がれば上がるというのが、駅の流れに沿ってるんですね。そうですね。いわゆるだから縦社会といっても、これは、はい、そういう偉いとか偉くないとかいう意味ではなくて、意味じゃありません。必ずおごり高ぶったらダメだよという戒めてます。そうですね。そんな感じですね。わかりましたね。ではこれ一旦消しましてね、また別の詳しい話をいたしますけど、とりあえずここで、まあ一応出し方のイメージとしては一回終わっていただいていいですね。はい。とりあえずサイコロと、コインの場合のやつ。そうですね。そういうことでよろしいですね。はい、そうですね。まあサイコロですと、1個でいいですよということですね。そうですね。コインですと、まあ5枚。そうですね。プラス、ちょっと違うコインを1枚。そうですね。そうですね。それで。まだありますか、時間。もうちょっと2、3分ですかね。もう2部でやってますから。はい。で、あと、やるときにはこれが一番肝心だということですね。それは肝心ですね。はい、これ一番肝心ですね。そうです、肝心ですね。はい。はい、なんか適当な、はい。はい。はい、じゃあ少しともまとめでお願いします。はい、ですね、前にですね、この家は一つの小生家という話をしましたね。三つですよね。はい、天人地で、これが一つの宇宙だという話をしましたね。宇宙ですね。そして上もですね、一つの宇宙ですね。はい、これも宇宙ですね。宇宙ですね。ですか、宇宙ですよ。はい、従いましてね、順番としては1、2、3、4、5、6と上がるわけですね。はい、初から上まで上がるわけでございますけどね、この3から4に上がる場合は宇宙から宇宙に飛ぶわけです。したがってですね、ここはですね、危険な地位なんですよ。危険な地位、いいですか。そういう意味ですか。危険な地位です。
普通の上がり方ではないよということですね、うん、ここの場合は。そうですよ、ね、ここはですね別の宇宙ですから。なるほど、ね、ですから3から4に行くときはね気をつけなくちゃいかんのですよ。危険なんですよここは。まあね、宇宙から宇宙行っても漠然でございますからね。まあ、具体的な例でですね、皆さん方の家がありますね。これは一つの家だといたしましょう。これが一つの家だといたしましょう。隣同士だと。しかし隣同士でもね、屋根の上から屋根の上にですね、飛び越える場合は、ね。危険ですよね。危険ですよね。たとえそれが1メートルぐらいでですね、飛べるような位置であってもね、滑ることもありますよね。はいはい。ね。けど場合もそうですよ。なるほど。この3から4に行く場合は、危険ですからね。危険だということを頭に入れて今日読む場合は読んでいただきたいと思います。十分に注意しなきゃいけない、ね、注意しなきゃいけない。普通のように読んではいけない。いけませんね。常にこれは危険なんです。危ない地。そうですね、うん、太古はこれでもう出してたんですよね。そうですね。それからもう一つ、はい、4の1でございますけど、はい、4の1はね、これは最高実力者、社長ですね。5の1は社長でしょ、はい、ね。ね、この位置は社内ではね取締役ですから重きをなしますけどね、社長という絶対権力者とはね一つ違うんでございますけれど、ちょっと距離があるよと。距離がものすごいあると思っていただきたい。なるほど、ここら辺で上がってくる。そうです、うん、あ、なるほど。だからねこれはね恐れ多い地位なんです。簡単に近づいちゃいかんのですよ、うん、ちょっと難しいですね。ここら辺の読み方とまたここの読みとまたここの読みは少しずつイメージが変わりますね、うん、例えばね取締役はですね実力がついてですね社長の地位を伺おうという場合に簡単にですね伺っちゃいけないということ。恐れを多くしてですねそれこそ場合によっては謙譲の美徳を発揮してですね社長から前兆を受ける前はね、恐れ多く、陣を低くして、謙遜して、そうしないとですね、取締役の地位からも外されてしまいますよ。ここは宅の地位といいましてね、恐れ多い、恐れ多い、これは恐れといいですね。恐れ多いんです、ね、気をつけていただきたいと思いますね。まあそんなことをですね、はい、ポイントに、まあ、具体的な件の場合にね説明してまいります。お分かりになりましたか。はい、先生、最後にちょっとこれもう一回お願いできますか。これ僕大好きなんですけどね、はい、ちょっと読み上げていただくと。これですね、いいな、趣旨ですね、やっぱり趣旨ですね、南宋の方でございますからね、南宋といってもね、時期的にちょっとお分かりにならない方がいらっしゃいますけどね、元のね、元王朝がですね、中国を侵略してですね、異民族の王朝を建てましたね、元ですね、はい、うん、元寇の元ですね、うん、そうですね、はい、で元がですね、どの王朝を滅ぼしたかというと南宋を滅ぼしたんです。宋という国を滅ぼしたんですね。あ、宋を滅ぼしたのは元でしたか。そうです、元ですね、うん、宋というのは大体ですね、できた時からね非常に弱体でございましてね、あ、できた時にもね金という国で侵略されましてね、それで南の方に移って南宋と言ったんですね。それで南に移る、南宋というのは逃げたんですね逃げたんです、侵略されまして、ね、金というね、国ですね、200年ぐらいね、弱々しく続いたんですね、しかし学者としては立派な学者がこの時に出てるんですよね。あ、そうなんですか、はい、趣旨だけじゃなしに趣旨だけで、うんうん、牧師さんあたりはちょっと近い時期じゃないんですか。いやいや、ポンと1000年ぐらい前です。あ、1000年ぐらい、その趣旨という方がね、裏で言った時にね、はい、何の何坊、何々の件について疑うところを駅に垂らす実況特使の一切を願わくは64家に明示したまえ、
こういうあたりですね。このね、あの趣旨はですね、収益本義というね、あ、はいはい、立派な本を書かれておりましてね、収益本義ね。これは駅についての、あのまた小石さんとは違う意味で、うん、具体的なことを書かれたんですかね。そうですね、はい。まあ、あの一回ですね、王子という方によってですね、占いの側面よりもね、はい、あの字の側面ね、文字解釈ですね、それに偏ったんですよね、うん、それをですね、駅というのは本来ね、あの哲学の側面もあるけれど、占いがね、本来的側面だから、それを重視して解釈しようということで、収益本業を書かれたわけですからね。うんうんうん、じゃあ、占いにおいては、うんうん、趣旨がかなり権威を高めたわけですね。いや、あのこの人は絶対的な権威に高めたわけですね。わ、うんうん、かりました。この言葉を皆さん方、胸に、肝に銘じていただきましてね、あの、遊び半分でやっていただいてはいけません。ね、あの、人者のおみくじと同じに思っていただいてはいけませんよ。ね、そして、一回限りで答えは出ますからね、それをしっかり読むということですね。読み方はこれから、ずっと勉強しますからね。よろしくお願いします。ありがとうございました、今日も。